何度も言いますが、脅迫もされてないし、隠してることなんてありませんよ。あなた、二度も命狙われてるんですよ。今、正直に話していただかないと、あなたを守れないんですよ。え？どういうことですか？一回目の通勤快速の狙撃も、あなた、狙われてたんですよ。電車の事件、まさか。そうです、またあなたを狙うかもしれないんですよ。そして、あなたがいなくなってしまったら、この会社が終わることもわかってます。お願いします、公にしませんから、この会社が隠してること、教えてください。警察に、会社の情報を教えることで、私も会社も救われる。わかりました、今日、会社の創立記念日で、みんなホテルでパーティー行ってます。今日いるのは、情報管理部何名かなので、応接室へご案内します。ありがとうございます。まず、昨日の夜、西幻想郷駅で起きた、人身事故はご存知ですか？確か、中年男性が飛び降りたとかで。これは、警察がまだ公表してないんですが、あなたを狙った狙撃犯が死んでしまいました。え？死んだの？もう安心していいのでは？実は、狙撃犯に依頼した人間が殺した可能性があるんですけどね。依頼人、まさか、この会社を狙ってる、犯人とか。その犯人が、あなたを狙ったり、脅迫してるはずなんですけどね。私の命といい、会社の危機ですね。仕方ありません、責任は取ります。会社の情報全体を管理してる、情報管理部を私が指揮してますが。一週間前、私のスマホに、メールが来まして。創立記念日まで、この会社のアイデイを教えろ。そうしないと、お前の命を狙うと。会社のアイデイ？それはあなたのものですね。はい、私のアイデイでないと、会社全体の企業秘密や機密事項などのファイル、見れませんから。あの、もしかして、犯人って、私のアイデイ使って、会社のシステムにウイルス流して、情報を消し、会社をパニックさせて、潰すのが目的なのでは？うちの上の連中も、そうではないかと、見てます。それで、パソコンから怪しいメールとかありませんでしたか？会社全体に対し、ウイルスメールの可能性があるので、いろいろ対策してますので。犯人からのメールがなかなか開かないから、メール攻撃はやめたのね。それで、犯人はあなたのアイデイ知ることと、あと、どんな情報が欲しいと言ってましたか？国に関わることなので、これだけは言えません。わかりました。サイバー対策室でパソコンなど調べますので、関連するパソコンいくつか提出していただけませんか？わかりました。情報整理やバックアップしますので、3時間ぐらいお待ちいただいていいですか？履歴やメールの差出人を調べれば、犯人わかるかと思いますので。刑事さん、絶対犯人捕まえてください。会社全体の存続に関わることですから。あなたの努力を無駄にしないためにも、全力で犯人捕まえますから。よろしくお願いします、刑事さん。そういえば、一つ聞き忘れました。あなた、通勤快速に乗る前に、酔っ払ってましたね。白霊刑事、公安に気づかれる間に、うちらで犯人捕まえるぞ。マリサが協力してくれたことを、無駄にしないためにも、全力でやるわよ。そうそう、後藤さん、間違えて通勤快速に乗る前に、居酒屋に行ったって。それは、一人で？一人で行ったらしいわ。付き添いで行ったもう一人が、犯人の可能性あるかと思ったんですけどね。ということは、犯人は、後藤さんを最初から尾行してた、とか？つまり、監視してた。そうなると、東京駅周辺の防犯カメラを、調べる必要あるな。そうね、居酒屋から、東京駅の幻想部線乗り場まで調べる必要あるわね。犯人、後藤さんが通勤快速に乗ったのを見てから、狙撃犯に連絡入れてるはずだわ。それで、四つ葉工業のパソコン、どう？サイバー対策室で、どこからのメールなのか追跡してるらしい。ということは、ウイルスメールあったのね。今日来たメールの中にあったとかで。そうか、創立記念日で休みで、メールチェックしてる部署なんて、そんないないか。一体誰かしらね、後藤さんの脅迫のために狙撃犯に依頼し、そして殺し、最後の最後まで、メールによるウイルス攻撃までする犯人は。あとは、科捜研に依頼して、東京駅の防犯カメラの鑑定してもらいましょう。メール攻撃と、防犯カメラから、犯人当ててくれるといいわね。あとは、四つ葉工業の企業秘密も気になるとこだが。いろいろな乗り物に関わるから、公にできないのよ。そこまでするからには、犯人は絶対四つ葉工業の企業秘密が欲しいんだろうな。マリサ言ってたわ、他の線も考えるべきだって。なるほど、他の線も考えてみるべきなのか。でもね、今、これだけの証拠品があるの、それでやっていきましょうね。ああ、そうだな。考えがまとまらないわ。早く手柄取らないと、